久保さん、今回 W にしましょうか。Web。<laughs> Web ね。W。いや、ほんとね、ネットなかったらね、今僕もないし、まあ、あの、堀江さんが言ってたのが、うーん、これすごい時代が到来したぞと。インターネット、これすごいぞと。まあ、多分ね、堀江さんだけがインターネットに触れてたのかっていうと、まあ、一般的にインターネットは出てきた、まあ、IT バブル。 の,のちょっと前ぐらいですよね。うん。あの、多分ん YahooBB とかもこうばらまいてね、インターネットがこう普及し始めたときに、多分まあみ、昔まではダイヤル回線でね、すげえ遅くて、遅くてみたいな話で、でも ADSL になって今光ですけども、今なんかね、光の10ギガプランみたいなね、10ギガってどうなんですかね、超早そうですね。そう。だから、あの、 昔はね、あの、YouTube に関しても、出たばっかしの時は回線が細くて、なんか一時停止して、あの、ちょっとゲージを、白ゲージをためないと見れなかったりとかしてましたけど、今はね、LTE で、まあ iPhone でも LTE でほとんど入って、YouTube がこと止まるとかあんまないですからね。でもその時に、まあ、あの、 別に堀江さんだけが知ってたわけじゃないしみんな知ってたわけじゃないですか触れられてるしだから結局その差ですよねうんまあ受信力というか受け取り方というかあこれから時代が変わるぞって受け取ったのかへえみたいな便利になったなあみたいなね <laughs> へえみたいなうーんみたいなまあそうしてると多分まあ何も変わらないでしょうねうーん これからテクノロジーもどんどん進化していきますけどそれをどう受け取ってどう使ってい使い倒していくのかその波が来た時に波に恐怖するのかその波が来たっつってね乗ってこうぜと大きい波が来たよっしゃこれチャンスだサーフィンだ乗るぞみたいなねネットサーフィンみたいなねでもねその波が来た時にビビってねあ怖いっつってねやらなかったらまあ何も変わらないでしょうね うん、まあ僕が一つ運が良かったなと思うのがまあそれを感じれたってことですねこれからの時代はネットしかないなネットだなって思えたんでだ手に職って昔から言葉あると思うんですよ手に職つけろみたいな手に職みたいな資格とか昔からあるじゃないですか別に多分あると思うん言葉として、まあ、言われてるだろうし 何か自分に手に職あった方がいいよとか、スキルあった方がいいよとか、資格あった方がいいよとかね、まあ結構言われてると思うんですよ。で、僕はその時に、じゃあこれから何が来るだろう、ネットしかない、じゃあネットで何かできる、そのやり方はからない、手段もわからない、稼ぎ方もわからない。だけど、バカでもアホでも僕バカでしてアホですし、まあそれでも、これからはネットだぞっていうのは予測できましたけどね、感じれたんですけどね。 うん、だからそこで、まあ、ネットで稼ごうネットでなんかできるようにしようっつって始めたっていうのが、まあ、まあ一番最初の大きなあのあれですけどね、うん、はいいってらっしゃい。